増税メガネが日朝会談を計画していると発表する中、日本の次期戦闘機開発が加速している。戦闘機輸出で公明党との課題が出てきているとの情報をキャッチしました。今回は次期戦闘機開発で輸出開始かを詳しく見ていきます。日本の技術力は世界屈指、潜水艦や巡航ミサイルまでも輸出可能になるような気がする。三菱や川崎が軍事装備に力を入れ出した。なんといっても建造能力が悪魔的ですよね。もが味方や巡視船驚異的です。2023年12月中旬、日本とイギリスとイタリアの3カ国での共同開発を実施することが確定している GCAP グローバルコンバットエアプログラムについて新たに公的な動きが報じられ注目を集めた。今回 GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける公的な動きとして報じられたのは、参加する日本、イギリス、イタリアの3カ国で、その推進を主導する組織 GIGO、JIGO の創設に関してである。GIGO、JIGO を創設するにあたって、日本の防衛省、イギリスの国防省、イタリアの国防省の3名が、日本の首都、東京に集い、3カ国による国際条約の締結を行ったことが明かされ、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの加速が予期される。日本の現岸田政権において防衛省を務める木原氏は、今日の日本が置かれた安全保障環境について、太平洋戦争の敗戦後で最も危機的でかつ困難な事態に遭遇しているとの認識を示し、 GIGO JIGO の創設の意義を強調した。木原防衛省は今回の GIGO JIGO の創設について、参加する日本、イギリス、イタリアの3カ国が有する精神的な軍事技術を集結させる一大プロジェクトであるとコメントし、その取り組みを歴史に残るものと説明した。ここで言う今日の日本が置かれた安全保障環境が、太平洋戦争の敗戦後で最も危機的でかつ困難な事態に遭遇しているという意味は、日本が海を隔てて対峙する中国、北朝鮮、ロシアの3カ国を念頭に置いたものであることは想像に難くない。中国は習近平体制が強化され、台湾有事は有無でもなく、日本の南西諸島、特に尖閣諸島周辺海域における領土的野心を顕在化させている状態であり、すでに額面では日本の3倍を超過する軍事費を投じた軍拡を進めている。北朝鮮はことさら日本を標的としたまでは言えないかのもしれないが、各種の巡航ミサイル、弾道ミサイルの実験や開発を推し進め、それらに搭載するための核弾頭の小型化の実現を目指した核実験を再開する恐れが増大している。ロシアは、すでに、今年2024年の2月末で丸3年目に突入しようかという、ロシア・ウクライナ戦争を、今まさに実施している最中であり、西側の一国として経済制裁に加担する日本に対し、北方領土に関する交渉の凍結を打ち出している。こうした状況を俯瞰してみれば、確かに旧ソ連側の陣営とアメリカ側の陣営とが激しく対立を続けていた冷戦時代よりも、日本が置けかれれた地政学的な安全保障環境はより厳しさを増していると言って間違いではなさそうだ。 GCAP グローバルコンバットエアプログラムについては、一昨年末の2022年12月に日本とイギリスとイタリアの3カ国が共同で推進することが公に公表されたものだが、ここに来てその具体化が進んだと感じられる。今回締結されたのは GIGO JIGO の創設に関する国際条約であるが、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの推進にあたっては別途その参加企業によるジョイントベンチャーの設置も確定している。これまでの報道内容を整理すれば、 GCAP グローバルコンバットエアプログラム推進のための国際機関 GIGO JIGO ジョイントベンチャーの2組織は共にイギリスに中核となる拠点を置くことが確定した形だ。そしてその一方で、国際機関 GIGO JIGO の責任者は日本から排出され、ジョイントベンチャーの責任者はイタリアから排出されることが公表されており、
参加する3カ国にそれぞれに配慮したものと言ってよいだろう。ただし、このことは GCAP グローバルコンバットエアプログラムに参加を行う日本、イギリス、イタリアの3カ国にそれぞれの国の顔と面子を立てるように考慮された実に巧妙な政治的な産物のようにも見えてしまう。もともと日本では今の形式でGCAP グローバルコンバットエアプログラムの推進が決定される前までは、航空自衛隊が運用中の現行の F2 戦闘機の代替機については従来通りにアメリカとの共同開発に落ち着くと見る向きが大勢を占めていた。そう考えるもの、太平洋戦争の敗戦後に日本が自国の防衛機構として置いた警察予備隊、保安隊、そして現行の自衛隊へと進化していった流れの中でも、アメリカを唯一の軍事同盟国としてしてきた我が国においては無理からぬことだったと感じる。主要な防衛装備品、特に高額なイージス護衛艦や戦闘機についてはアメリカ製のものをベースとした体系を組むことは半ば効率的で、ことに近年顕著となった戦闘システム全般の大元をアメリカに依存していることは否定のできない現実だった。そうした中では、海上自衛隊の主戦力として位置づけられている潜水艦については、自国建造を確立していると言えそうではあるが、こちらも戦闘システムはアメリカ軍に準拠しており、完全なオリジナルとは言えない部分も否定はできない。ことに、戦闘機の分野に関しては、現在2024年時点で航空自衛隊が運用中の機種は3種類に大別されるが、F-15J イーグルはアメリカ製のライセンス製産品、F2 戦闘機はアメリカとの共同開発品、最新の F3 ゴライトニングにも組み立てのミニ本でも行うものとなっている。 F2 戦闘機もその代替機をどのように開発するのかという点では、 F3 ゴライトニング2の開発元であるアメリカのロッキード・マーチン社との共同開発が規定路線であると召されていた経緯があり、少し前まではそれを疑う側が少数派だと言えた。しかしF2 戦闘機の後継機が GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される有人戦闘機となる方向へと変更された背景には、ロッキード・マーチン社やアメリカ側がビジネスとしての利点をそこまで感じなかったゆえとも言われている。現行の F2 戦闘機はおよそ90機ほどが航空自衛隊で保有、運用中であるが、同隊では、同機の退役を2035年を目途に設定し、新型機の共同開発をアメリカとの間で進める方向で調整していたと考えられている。しかし、肝心のアメリカ側の F3 ゴライトニング2に続く次期戦闘機の開発は、同国空軍によって NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとして推進されているものの、実戦配備の時期は2040年代が有力視されている。そのため、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機の投入予定時期とは少なからぬ齟齬が生じてしまい、かつ、またアメリカ側は、NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスで生み出される有人戦闘機の輸出を前提としていないという状況でもあった。アメリカ空軍の NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスで生み出される有人戦闘機も、大型の輸送に反して、すでにテスト飛行を終えているとの情報が出されたこともあったが、具体的なエビデンスは今も提示されてはいない。いずれにせよ、航空自衛隊が必要とする F2 戦闘機の代替機は、最大でも、同機を同数で置き換えると試算しても、わずか90機ほどの数量に止まることが予想され、今のアメリカや軍事航空関連企業にとって抑えておきたいほどの規模ではなかったと考えられる。逆に、イギリスは、イタリアやスウェーデンと共に、いわゆる第6世代戦闘機だと、自らが標榜する、テンペスト計画を推進しており、自国が抱えるユーロファイタータイフーンの約140機強を2035年目途に置き換えることを標榜していた。ここに、日本の F2 戦闘機の代替機、イギリスのユーロファイタータイフーンの代替機は、必要と見される実戦配備時期の完全な一致を見たこと、イギリスとしては、資金面で期待のできる日本との連携を望んだものと思われる。
電磁式カタパルトの動力源として大容量電池を川崎重工が提案しているという情報が入ってきました。今回は日本の空母事情と電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきたいと思います。川崎重工業はコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しています。このギガセルを応用すれば航空母艦での艦載揮発艦時に使用される電磁式カタパルトに使用できるという提案を DSEI Japan 2023でパネル展示したそうです。今回の DSEI Japan 2023は2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催されました。コロナ禍で開催できなかった期間があったので、今回は2019年に続いて2回目となります。防衛・セキュリティ産業に関係している多くの企業が前回以上の数で参加し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有し、防衛装備品分野でのイノベーションを巻き起こす場として期待されているそうです。川崎重工業のグループ企業である川崎モータースが開発し、製造・販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセル。航空母艦の飛行甲板から、艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトとして、電磁式カタパルトを使用する際の電源として使用できるという説明がパネルに添付されていました。ニッケル水素電池は、現在広く普及している蓄電池です。例えば、乾電池型充電池、ハイブリッドカーの電源、デジコムや携帯音楽プレイヤー、ノートパソコン電池としても使用されているものもあるそうです。川崎重工が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、今までにない高速での密流放電可能な蓄電池として、瞬発力に富み次世代を担う蓄電池と言えましょう。現時点では、国内の路面電車や、自然エネルギー、太陽アキラ、風力発電などの出力安定に役立つ地上蓄電設備として利用されています。環境へ十分な配慮をしたエネルギーの有効利用、二酸化炭素削減などに貢献してくれるところ、いい地球に優しい電池として期待を集めているのです。その特徴ですが、第一に、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できることが挙げられます。このバイポーラという仕組みは、隔壁で直列に接続される複数の単セル構造によって、セルの表及び裏面が、それぞれ正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるほか、断面積が大きい隔壁でセルを接続させて、エネルギーロスを最小限に抑えられるだけでなく、モジュール内に直列するセル数を増やせるというものです。メリットはまだあります。ギガセルは内部抵抗が小さいので、高速密流放電が可能、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動するので、設置場所に制約がない、電池内の電解液が水溶液系なので、発火の心配がないなどです。路面電車の直流電荷区間の地上蓄電設備は、ギガセルのモジュールを40個直列に接続して、架線の電圧 1500V を満たす電力が得られ、電圧低下時のサポートや停電など、有事の際、緊急停車した電車を、最寄り駅まで移動させる電力として使用されています。その他にも、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するため、変電所などにも設置されているそうです。空母の電磁カタパルト電源として使用するためには、電圧約 36V、容量 5.4kW のギガセル 30kg7 型のモジュールを300個使うことで、32MW の高出力を出せるとして、これらのモジュールを、艦内の格納庫スペースを確保し、キャビネットに並べて設置するという川崎重工業の提案です。この設置によって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに広い小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って、発火の危険がほとんどありません。
万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生してもダメージコントロールがしやすくなると述べています。これまでの主流は蒸気カタパルトでしたが、電磁カタパルトはエネルギー効率がいい新たなカタパルトとして認識されたようです。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められ、2022年時点でアメリカは実用化に成功して、ニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したと発表しています。現在偽装工事中の003型空母復権に搭載し、2024年1月時点で電磁カタパルトから艦載機の発艦に成功したとしていますが、裏付けとなる動画や画像は公表されていません。蒸気カタパルトは現時点ではまだ主流ですが、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているようです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合は飛行甲板に4機の蒸気カタパルトを設置していますが、 99.5% の確率で最低でも1機は稼働できると言われているので、洋上の空母ではこの上なく信頼できるカタパルトと見られています。しかしいいことばかりではありません。欠点もあります。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は4から6% とされ、出力のコントロールが困難なので、軽い無人機などの発艦時には、出力が強すぎて射出に失敗したという報告もあるのです。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上は 90% の変換効率が達成できることになっています。そのため、多種多様な艦載機、大型で重量がある戦闘機から、小型で軽量の無人機まで必要とされる最適な発艦速度で射出できるといいます。しかし、電磁カタパルトは巨大な電力が必要なので、通常動力空母では無理とされてきました。つまり、膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきたのです。中国海軍003型空母復権を建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報が出ていたので、原子炉を搭載し中国海軍初の原子力空母になるのではと噂されていましたが、結局は通常動力型の空母であることが判明しました。中国が電磁カタパルトと主張はしていますが、証拠動画や画像が公表されていないので、本当は蒸気カタパルトではないかと多くの疑いの声があるそうです。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステム起動が早いのです。また、蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュミレーターに、ボイラーから蒸気を送り込むとき、熱膨張でのパイプや機器の破壊を防ぐため、配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気しなければならないのですが、電磁式ではそういった事前作業が不要なのもメリットです。また、蒸気式ではボイラーからアキュミレーターに供給された蒸気が冷めて水に戻ってしまうのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュミレーターも保温しておく必要があるので、エネルギーロスが発生していたのです。電磁式の最も大きなメリットは発艦間隔の短縮が可能なことです。電磁式では45秒で再充電が完了するので、電力が供給されていれば理論上1分で2機が発艦できることになるのです。蒸気式は2分に1機の間隔で発艦可能ですから、それより短時間でずっと多くの艦載機を発艦させられるのです。以上のように膨大な電力が必要で原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、ギガセルで電力を賄うことができるとなったら、海上自衛隊のイズモ型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦できることになります。それもあって、防衛省では、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているそうです。
アメリカが開発を凍結したレールガン。しかし、日本は開発を進め、完成間近で、やがて、極超音速キラーとなるだろうという情報をゲットしました。今回は、完成間近の日本の電磁砲について見ていきたいと思います。2023年5月上旬、ロシアから軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオットミサイルシステムを使って、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初めて迎撃したと発表しました。この KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して使用される空中発射型の空対空弾道ミサイルです。これまで、ロシアは、最大飛翔速度は、マッハ10以上、回避軌道も可能なので、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と言い張ってきたのです。ウクライナの首都キーウでは、KH-47M2 キンジャールを PAC-3 で撃墜した視覚的証拠も示していますから、ロシアのプロパガンダを否定できたという政治的な意義も大きいと思われます。この KH-47M2 キンジャールが、本当に、従来ロシアが主張してきたように、マッハ10以上の速度と、迎撃を困難な回避軌道が可能であったのか、疑問の声すら上がっているようです。どちらにしても、極超音速兵器への対処は世界各国で課題ということでしょう。日本は、こうした極超音速兵器の迎撃用兵器の一環として、2022年の防衛予算に、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じていますから、実際に実用化が図れるのかどうか、大きな注目を集めています。巨額予算ですから、当然でしょう。レールガンは、現在の防空兵器の主力とみなされている対空ミサイルとは異なり、本体にミサイルのような推進装置はなく、どちらかといえば、従来の火砲のように砲弾を射出するだけの仕組みの兵器に近いものです。従来の火砲の場合、火薬の炸裂する圧力によって砲弾を打ち出しますが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器です。ミサイルと比べると、一発あたりの単価は、はるかに低額と見られます。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語では、ローレンツ力で推進加速を発生させ、射出する仕組みです。近未来的なイメージですが、その始まりは、意外と早く、1800年代中盤ということです。つまり、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、ドイツや日本などでは、すでに、兵器としてのレールガン開発が行われていたのですが、当時の技術水準では、実用化は、はるかに遠いというのが実態だったようです。レールガンの構造を説明します。火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置。その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端に電極を接続するだけという簡単な機構で成立するのです。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾が電磁力によって先端部分へ推進力を得ることになり、物理的には非常に単純な構造で砲弾を射出できる力を発生させるものとして注目されました。レールガンは、そのメリットとして、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵も不要で、その分製造が安価と同時に、火薬を使う火砲の砲弾より高初速、かつ長射程を実現可能と考えられました。その反面、レールガンには、物理学的な弱点があります。砲弾射出時の電磁力のエネルギーロスが非常に大きいのです。また、射出に必要な電源から大電流を取り出す必要があるので、第二次世界大戦時には、砲一門につき、発電所一箇所が必要とまで考えられたそうです。このようにデメリットも多いレールガンを実現するハードルが緩和されたのは、1960年代に入ってからでした。電力供給用に単極発電機が使用されたので、現実味を帯びてきたのです。1980年代には、宇宙空間でそれを活用すべく、アメリカは研究を続けました。アメリカでは、宇宙空間を軍事に利用すべく、SDI 計画、戦略防衛構想、
スター・ウォーズ計画の中で、レールガンの実用化を企図したのですが、1991年、平成3年の旧ソ連崩壊に伴う軍縮傾向の中で下火になり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰しました。イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得たアメリカ海軍は、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功しました。そして、2016年を、モクトに水上戦闘艦に搭載するため、発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指したのです。2020年までには、開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してみ、テストを行う計画だったそうですが、目的としていたレールガンの実用化には、少なくとも、25MW の電力が必要だったのです。この当時、25MW の電力供給が物理的に可能だった水上戦闘艦は、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦だけでした。しかも、この艦艇は、アメリカ海軍の中でも新機軸を導入したため、高コストが問題となり、たった3隻建造されただけで、打ち切りの浮き目にあった不運な艦艇でした。このズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があると見られていましたが、アメリカ海軍の主力艦アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は 9MW ほどしかありませんでした。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作のレールガンを稼働させる電力供給が不可能で、その実現には、新しい蓄電システムの実装が必須だったのですが、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発は容易ではありませんでした。こういった課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ 1000km 超級という、極超音兵器が世界に出現する状況になってしまったのです。前述のように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどだったのですが、仮想敵国ロシアや中国の対艦ミサイルの射程がこれを凌駕してきたので、レールガンの有用性は薄れていったのです。アメリカ海軍は、ほぼ全ての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に若干の改修を行い、そこから、運用可能な新型迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、運用効率がはるかに高いと判断したのでしょう。レールガン開発は、事実上凍結となったのです。こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上凍結という事態を見た中国は、技術力向上によって課題を克服し、およそ 25kg 砲弾を、マッハ7以上のスピードで、射程距離約 250km まで高めたと主張しています。中国海軍は今後も開発を推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定していると推測されます。レールガンの砲弾速度を生かした極超音速兵器の迎撃ではなく、敵艦の接近拒否用兵器として位置づけているように思われます。日本でのレールガン開発は口径 40mm 砲弾を初速 2000km 毎秒以上で射出、レール自体の耐久性は120発以上を想定、マックス約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用として使用すると見られています。レールガンの砲弾は通常の火砲と同様、誘導装置等が内蔵されてはいません。なので、冒頭で述べたPAC-3等と併用し、極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装として運用する策を構想しているのでしょう。地対空誘導弾であるPAC-3等のミサイル一発単価は少なくとも億単位ですが、レールガンは200万円ほどと考えられているので、確かに比較すれば安価ではありますね。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、冷戦当時の西ドイツが開発していた敵戦闘ヘリを排除するゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮している事実を考えると、安価な対空防御は、こうした時代遅れの兵器の再評価を求められることになるのかもしれません。
先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は、開発中の兵器である、レールガンを艦艇に搭載し、世界で、初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していた。このレールガンの発射テストの実施にあたって、防衛装備庁は、その実施場所、海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大型の輸送動力試験艦のパスカであることが判明した。海上自衛隊の試験艦であるパスカは、現状では、同隊が唯一保有、運用している、その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことから、レールガンのテストでも使用されたものと予想されていた。くしくも、その予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだが、個人的には、かなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が、不可思議に感じられた。そこには、防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどで、あっさりと、試験艦、アスカであることを認めた真意は、正直よくわからない。ただし、防衛装備庁は、今回の試験艦、アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで、地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは、伏せたままの状態である。これまで、防衛装備庁が、陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていた。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用に、さらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされてはいるが、こちらは現時点では明かされていない。そうした情報の秘匿の意図を、防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めている。そのため、具体的な今回のレールガンの使用は、未だ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも、238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいない。さて、今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦、アスカであるが、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に起工、翌1994年6月に浸水、さらに、その翌年の1995年3月に、収益と艦齢は、すでに29年目に到達している。海上自衛隊の試験艦、アスカは、同型艦は建造されていない、ただ一隻の艦艇だが、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル、全幅は 17.3 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備えるコグラグ方式を採用していた。この試験艦、アスカに搭載されたコグラグ方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発させ、これによって、最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられる。この機関構成自体も、試験艦、アスカでは、テストのために、海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は、発電機は、他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには、対策が施されたのだろう。試験艦、アスカでも、艦尾には、多くの護衛艦と同様に、回転翼先用の飛行甲板が装備されており、SH-60J 等の回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されている。1995年3月に収益を開始した時点での試験艦、アスカは、当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として、
横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同軍が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されている。試験艦アスカは、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は、基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっている。ただし、村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える小ガグ方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発させ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させている。さて、試験艦アスカに話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述したコグラグ方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施している。その後も、試験艦朝日では、海上自衛隊の C4I システムであるの OY90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から、運用可能な新型の丸7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷、人認識魚雷等の対潜兵装のテストに従事した。また、近年では、陸上自衛隊が装備する1蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしている。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り、今回のレールガンにおいても、真っ先にテストに使用されるであろうことは、多くの関係者に予期されていたと思われる。防衛装備庁では、今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から、海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として実用化を急ぐ観点から言ったものであるとコメントしている。レールガンは、ご存知の通り、従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭、弾丸を、索薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し、磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的には、かなりの高初速で、その発射が可能となる。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが、世界最強の軍事予算と、それに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である、電磁式カタパルトの開発に従事している、ゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできた。この取り組みの結果、2010年には、アメリカ海軍は、BAE システムズ社を中心としたレールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾、弾丸を 33MJ の運動エネルギーで発射することに成功している。このテスト結果を踏まえた上で、アメリカ海軍は2020年の実用化を目指し、最大射程距離でおよそ 160km を目標に、毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていた。しかし、このレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも 25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰で、わずか3隻の建造に止まったズムボルト級しか存在しなかった。当時も、そして2023年現在も、アメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ 9MJ ほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば、大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じる。この電力供給量を、既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して、新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え、弾頭、弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められた。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ、
極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまった。アメリカ軍としては、既存の艦艇の主力兵装である MK41VLS から運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は中止された形となっている。